回は最新版、最強クッキーランキング、を作ろうと思ったけど環境変わったばかりなので作れませんでした。でもどれを育てたらいいか悩んでる人を見て見ぬふりできない、なんて考えはなく単純に伸びる動画作りたい。ってことで今、育てるべきクッキーをご紹介。今は、新しいクッキーが基本強い。っていう法則が乱れてる状況だからね。そう、6月29日に来た大幅アップデートで全クッキーのパワーバランスが大体均一化されたんだぜ。だから別に何を育てても後悔はしないけど、その中でも強い子をご紹介するよ。ちなみにこのマイクッキーの画面は、並び順を新しい順にしておくといいわよ。新クッキーは基本一番強いからな、それはこれからも変わんないと思うんだぜ。ちなみにそのアップデのせいで今はレジェンド環境だよ。でも今既存のレジェンドクッキーにマイレージを使うのはおすすめしないよ。もう少しで新レジェンドが追加されるのよね。マイレージを使うならそこでぶっぱだな。マイレージ以外は好きにするといいんだぜ。てなわけで今は子さんの人が昔育てたレジェンドで 100% してる環境です。正直楽しい。でも今回の動画はそんなレジェンドのレベル5を持ってない、初めて1年経ってないような人向けにしたいので、さらばレジェンド。ってわけで新しい順にしてみていくよ。この新しいクッキーたちはアップデ前は強かったけど弱体化されちゃったよ。そして昔のクッキーは強化されたよ。そんな中で注目すべきクッキーはどういう子か。それを一言で言えないからランキング動画が作れなかったわけで。スーパーレアのコンビで一番強そうなのはこのブラベリちゃんね。コンビっていうのは左上のコンビペットと一緒に使った場合ってことだな。クッキーはほとんどコンビペットがいて一緒に使うとボーナスが発動して強いんだぜ。相手コンビで使わない編成もあるけど難しいよ。で、このブラベリちゃんが強い一番の理由は回復ね。クッキーとペット、どっちも回復を持ってるのよね。6月のアップデで全体的にクッキーのスコアが減ってステージ上のゼリーのスコアが増えたから、回復して長い間走れるとその分ゼリーもたくさん取れて強いってことだな。でも自信を持って進められるクッキーはこの子くらいだな。他の子はみんなイマイチって感じ。これから追加されていくスーパーレアを待つのが一番いいと思うんだよね。今は調整されたせいでそんなだけど、調整前は普通にレジェンドよりスーパーレアの方が強いってことよくあったから。今焦って育てても仕方ないよ。多分14日に来るサソリ味が強いからそれをおすすめしておきます。何度でも言うけど、新クッキーは基本強い。ライラックですらこの中だと結構強い方だし、あ、どうしても何か育てたい人はライラック育てるといいかもね。ってことで競技なんかで最初に走るクッキーについてのおすすめは難しいんだが、バトンタッチ後に走るクッキーはちゃんとおすすめがいるんだぜ。バトン後は前からスーパーレアが基本だったしね。というわけでバトン後に一番おすすめなのがこのブルパイ君。てか普通に育てるべきクッキーじゃんこの子。復活能力っていう珍しい能力がアップデ後でも強いし、レジェンドたちにバトン後っていう枠も潰されないから、長い間使われ続けると思うしな。ほんとすみませんこんな行き当たりばったりな動画で、スーパーレアだとブルパイ君最強です。さっき話したブラベリちゃんは新クッキー来たら新クッキーの方が強いってなるけど、バトン後で進化を発揮するブルパイ君は、新クッキーが来ても使われ続ける。バトン後枠ってめったに入れ替わらないもんな。新しい復活持ちとか来ない限り使われてる。そしてそのブルパイ君のライバル的存在、もう一人の復活持ち、唐辛子君。どっち使ってもいいと思うよ。すでにレベルが高い方を育成すりゃいいわね。個人的には唐辛子くんが急に強くなったもんで育ててなくてよくわかんないから、ブルパイくんをおすすめしとくけどな。ブルパイくんは放置周回でも使えるからね。あと復活持ちはシナモンとロブスターがいるけど、シナモンもおすすめね。ロブスターはなんか弱いんだぜ。ほんとよくわかんないけど弱いよね。って感じで今はみんなイマイチで、強いのがバトン後性能に特化してる復活持ちクッキーたちだけ。だから今はブルパイを育てて、14日にサソリ味クッキーが実装されそうだからそれ育ててバトン前で使えば現状一番スコア出ると思う。ここからは番外編だけど、このイエジをペットで使えば、スーパーレアでも6億スコア出せるんだよね。でもイエジカンストなんて始めたばかりだと無理だから、番外編枠なんだぜ。ちなみにイエジの効果は体力ゲージ凍結よ。凍結してる間は体力が減らなくなるわ。強く思えるけど、コンビボーナスが強いとそっち優先した方がいいから、基本的には使われない子です。大幅アップデ後の今だから使われてる感ある。ってわけでイエジと相性いいのはブラベリちゃんと、リコリスくんと、ピンクチョコちゃん。3人ともクッキー能力に回復があってイエジと相性がいいよ。でもまあ単体だとそんなにだから育てなくていいんだぜ。ちなみにこの子はスキンが可愛い。可愛いね。ってわけで動画はおしまいですが、いやーほんとランキングとかにできたらな。でもそうしたらどうしても無責任になっちゃうから、こうやって悩みながら動画作るしかできないです。すみません。この動画のまとめとしては、今はレジェンド環境なので既存のスーパーレアは微妙。しかしこれから追加されていくスーパーレアはレジェンドにも勝る能力があるはず。バトン後はそんなレア度格差の影響を受けにくい。バトン後は復活持ちが派遣。ブルパイ、唐辛子は育てても絶対に損をしない。一つだけ言える絶対はそれだけだな。新レジェンドがバトン後用だったらもう動画投稿引退します。他の人みたいなスタイリッシュな動画じゃなくてごめんね。それでもここまで見てくれたみんなに感謝。のしのし。